生徒の皆さんに連絡します。食事の際は必ず石鹸で手洗いをし、アルコール消毒を行った上で取るようにしてください。放送部2年生の友井あかりさん、1月に行われた中国地区高校放送コンテストで準優勝する実力者なんです。1年生の時からいろんな大会出てるのをこう学校内新聞みたいなので見てたんですけど、身近な人がすごいとこ行くんだなと思ってびっくりしました。めっちゃ話しやすくて、なんかクラスのお母さんって感じ。そんな友井さんがこの夏全力で取り組んでいることがあります。明日行われる高校野球広島大会開会式、その司会を任されたんです。去年は同じ放送部の先輩が大役を果たしました。すごいなって何がとは言えないけど、まあ、写真とか見てかっこいいなっていうふうにはすごい思ってました。あ、そうか、私ができるのかみたいな。でも嬉しかったですね。なんかそういうところでできることはないので、本当に。今年5月に開かれた NHK 杯全国高校放送コンテスト広島県大会で優勝したことをきっかけに、今回の司会に選ばれました。私まだあんま想像つかなかったんですよ。コロナとかであんまりなかったんで。だけど逆に親がすごい喜んでくれたんで、ああすごいことなんだ、頑張ろうっていうふうに思いました。体をリラックスさせるためのダンスや筋トレ、発声など1日2時間のメニューをこなします。私は入場行進の司会進行を務めます。広島県立呉光田高等学校2年、友井あかりです。よろしくお願いいたします。そこもうちょっとだけ目の前の人に言う感じでやろうか。今すごく広い空間を意識していて、でそれは、選手の皆さん前に出てきてくださいとかそういう時はいいんだけど、今こういう気持ちでやりたいっていう時には、応援の気持ちで努めますっていうよりも、目の前の人、応援の気持ちで努めます、目の前の人に言う感じで。もう一回。元町高等学校、選手の紹介もただ名前を呼ぶだけではありません。広島国体事故抽選当てとか、いや、モノマネじゃなくてモノマネじゃなくて、どんな風に稲垣を選ばれて、どんな感情を持って選ばれた。まさか俺がって感じですやったぜやったぜっていう感じに見えた。じゃあそのさ、稲垣君に対してあなたどういう気持ちでこれを読めばいい。先導は広島県立福山工業高等学校野球部主将、稲垣海生君です。そうだよね、そうだよ。先生と二人三脚で本番に挑みます。やってみてどういうことを感じた。あ、そうですね、なんか一言一言が重いですね。ちゃんと意味があるって感じです。本当そうだよね。今の気持ちは、いやでも楽しみですどうなるのかわからないのが楽しみみたいな。司会が表に出るのではなくて、晴れがましい気持ち、誇らしい気持ちを後押しできるような司会ができれば、それが一番の成功だと思っています。あの、頑張ってほしいなって、こっちがちょっとドキドキしますけどねはい、応援したいです。精一杯自分の思う通りに応援するような気持ちでできて、聞いてくれた同じ高校生の野球部の人たちが自分らの大会も頑張ろうって思ってくれるような司会ができるように精一杯努めたいと思います。